トニクロース裏へのスルーパス、時計のボール、味方を走らせる、縦にボールをつないでいきます。ミュラー裏に味方を走らせる。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね、まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね、リスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。イニエスタ、スペース出ましたね。このボールをカットします。ディエゴ、ディエゴコスター。スペインは先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね、うん、そうですね。味方を走らせる。前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。スペースへ出す、これは奪い返します。シュバインシュタイガー、スペインとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうね。ミュラー、スペインとしては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。メストエジル、イニエスタ、シルバ、ジエゴ、スルーパスを出す。メストエジル、前線へのボールカットです。アーチのようなパスと呼んでいた。ロイス、前線へ出す、裏へのスルーパス、裏へ抜けた、さあ来た。スルーパスからチャンスを作りましたがものにすることができませんでした。ディフェンスラインの背後ですね、チャンスありますよね。メストエジル、さあ前線へ、盾を使います。スルーパスを出す、このボールに触ります。メストエジル、サイドを使います。長いボールを狙っていく、ドイツとしては、まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。ウメルス、パスでつないで攻め込んでいきます。ドイツ、縦へのボール、このボールをカットします。ゲッツェ、イニエスタ、イニエスタ、イニエスタからシルバー、トニクロース、縦にボールを送ります。今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。ジエゴ、ここは読んでいました。ロイス、大きく縦へ、前線へのボール、裏に味方を走らせる。ドイツとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。これは先に触ります。サイドを縦に走らせます。オフサイドですか。40分を過ぎています。流れを止めます。メストエジル、スペースへ出す、サイドフリーですよ。ミューラー、チャンスだ、上げてくる、フォローいいですね。さあ前線へ、オフサイドですね。この位置でオフサイドかかるわけですから相当コンパクトですよね。抜けてくる、さあシルバ、ボアテング、
ギオ・ブスケツ、ここはファールです。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。スペインとしては前半気になったところで言うと、パスがうまくつながってないということですかね。攻撃のリズムを作るためにも、特に中盤でのボール回しはしっかりといきたいところですよね。0対0のまま折り返します。早々とこの後半始まっています。スペインとしては大暴してましたからね。ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。味方を走らせる、上げる、これはキーパーシュバインシュタイガー、長いボールを振ります。オフサイドです。スペースを狙う、ジエゴに渡る、ジエゴコスタ、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。ヘディングでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。バックスのほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。チップで落とす、ロイス積極的に仕掛けます。カットです。拾いたい、ロイス前線へ出す、カルバハル緩いフィード、チャンスだ、今日ボールはチャンスだ、どうだ、ロイス、ドイツとしては中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。トニクロース、ドイツとしてはいい形で全部インターセプトされてますよね。そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。チャンス来た、仕掛けるタイミングを図る、中に入れる、狙う、ノイアで奪ってのシュートでした。しかし相手のバックスは緩慢なプレーでした。ここで受ける、抜けてくる、どうだこのシュート、惜しい、セーブです。キーパーの反応が素晴らしかったですよね。
立てていきます。このボールに触ります。長いボール縦へ、コケ、イスコ、ロングフィードで狙う。このボールをカットします。ここでファールをもらいます。ドイツ、スペインは交代の枠をまだ使っていません。裏へのスルーパス、シルバー、おっとルーズボール。ドイツとしては、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。ジエゴ・コスタ、ノイアー。ドイツとしては中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。さあ時間内に何かアクションを起こせるでしょうか。トニクロース、裏に味方を走らせる。チャンス来た、抜けてくる。バックスの緩慢なプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。相手のパスミスからでしたからね。このチャンスをものにしておきたかったんじゃないでしょうかね。長いボールを送ります。イニエスタ、ロングでのフィード、ここはカットします。トニクロース、ジエゴへのボール、自分で行く。ここで丁寧にコントロール、こぼれた、おっとルーズボール。前線へのボール、体を張ったプレー、かわす。非常に持ち味を両チームとも発揮している試合になってますよね。スペースを出す、チャンスメイクしたいですね。あっと危ない、惜しいシュートです。いや、踏みどころですよこれ。ドイツとしてはなかなか繋がらないですよね。ちょっと遠いかなと思ったんですけどもね、攻撃の一つの選択肢にはなったと思いますけどもね。バックスのほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。ゲッツ、ここはすぐ奪い返します。ジェラール・ピケ、ポケ、このボールをカットします。ミュラー、スルーパスを出す。ここは読んでいました。さあ前線へカットです。メストエジル、ロングフィード、このボールに触ります。ここで笛、決着はつきませんでした。そして延長戦へと続きます。さあ後半が終了しました。両チームとも惜しいシーンはあったんですけどもね、はい、ちょっと決定力に欠けましたね。そうですね、もう戦力差は全くありませんから、ここからは気持ちの勝負になりますね。そうですね、延長戦です。あっという間の30分になるのか、長い30分になるのか、目が離せません。期待してまいりましょう。